決めろ。青コーナー121パウンド4分の3 USA、 ここまで21と12 KO 3敗。最終ランキングは WBC 世界バンタム級12位、 WBO 世界バンタム級第8位、サム・ザ・ビースト・サンチェス。そしてもう一度世界に挑戦するために3回転半を乗り込むのか、サウル・サンチェス。同じくビニー・マーティン、同じく飯田哲也。改めて本日のメインイベントです。福地雄二、スーパーバンタム級の契約から変更されまして128パウンドおよそ 58.0kg 10回戦に変更されています。さて解説、まずは亀貝さん、注目しているところぜひ今一度教えてください。そうですね、カシメルのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい、さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の競技選手の試合がメインだと思ってます。まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、はい、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメル VS サウル・チャンス・サンチェス、10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、おお、いきなりいった、やっついた、あっとしかし右を入れた、あっやっと手をついたか、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウントあったんですけどね、カシメロに、いやさすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ、とかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね、はい、そうですね、まあ、このあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね。いきなりダウンが奪われました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ラッチャップ、ここで左フック、これサンチェスでこれ得意なんですよ、もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね、今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れました。サンチェス、そこに対して、サンチェスも返した、カシメロの左が火を吹いた、2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、立ち上がりました、ね、残りは1分、さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェス仕上げるか、攻勢一方か、いや返せる、いいですね、返せる、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロ、カシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね、ここタイミング合ってますね、左フック右から、残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね、カシメロがまた来た、このラウンドどうでしょう、しのげるか、あ、止めた、終わった、そして余裕のワンハンドプッシュアップ、リング上はお祭り騒ぎ、カシメロ